じゃあね、筋肉の収縮についてもう見てみましょう。骨格筋、ね、腕を動かす骨格筋にはもう細胞の集まりでできていて、骨格筋を作ってる細長い細胞を筋繊維って言うんですよ。これが細胞ね、別名筋細胞ね。で、この細胞の中にも細い紐状のものが入ってて、これを筋原繊維って言うんですよ。筋原繊維を細胞とは言わないから注意だよ。で、筋原繊維っていう筋原繊維の中にはサルコメアっていう単位がいっぱい入ってるね。で、このサルコメアって何かっていうと、どんな構造かっていうと、サルコメアの一部を見てみるとこんな構造になってるね。アクチンフィラメントが ミオシンフィラメントの周りにある。これがミオシンフィラメント。このミオシンフィラメントからはポコポコお地蔵さんの頭みたいなのが出てて、この頭みたいのを文字通りミオシンの頭部って言います。で、アクチンフィラメントがその周りを覆ってるって感じ。これが収縮すると長さは変わらないんだけど、だけど収縮だよ。各フィラメントの長さは変わらないんだけど、これがカシャッとカシャッとカシャッと、これこうでね、カシャッとアクチンフィラメントがミオシンフィラメントの周りに滑り込むことによって、全体がサルコメアが縮むと。で、筋原繊維が縮むってことは筋繊維も縮むってことで、骨格筋が縮むってことにつながるんですね。ここでは一体どんなことが起きてるか、ちょっとこの後その分子機構まで見てみましょう。